こんなとこで何してんだ？ローランの手がかりを探していた。そうか、それでこの場所。ありがとな、イド。ローランのために力を貸してくれてよ。俺にできることをしているだけだ。ローランさんが住んでいた場所ですし、何かあるかもしれませんね。私たちにも手伝わせてください。なあ、あんたたち今ローランさんのことを話してたよな。ん？ああ、ちと世話になってたもんでな。やっぱりあんたたちか。俺のことを覚えてないか。以前テンペールの発着場で。おお、祈り場のことを教えてくれたおっちゃんだったよな。あの時は本当に助かったよ。ところでローランさんのことを知らないか。最近音信不通で困ってるんだ。ローランさんは少し遠いところにいます。そうですね。帰ってくるには時間がかかりそうで。そうか。いや、無事ならいいんだ。またひょっこり顔を出すだろうし。しかし弱ったな。ローランさんが戻るまで問題は山積みのままか。どうした？何か困りごとか？ああ、ローランさんは教会の仕事の傍らで便利屋をやってたんだ。魔物討伐から薬草の調達まで何でも引き受けてくれていてね。それは助けてもらっていたんだが。俺がやる。え？全部俺が引き受ける。おいおい、どうもお前さんの喋り方はたどたどしいな。ローランさんがいなくて困ってるなら代わりに手伝いますよって意味ですよね。そう言ったつもりなんだが。そうなのか。いや、そのなんというか気持ちはありがたいんだが、ローランさんだからこそ頼めたんだ。見ず知らずの人にその代わりを頼むってわけにはな。うん、だが。イド、手伝うよ。そうだな。なあ、おっちゃん、オイラたちも一緒に手伝うならどうだ？うん、そこまで言ってくれるならお願いしてみることにしよう。世話になりっぱなしで申し訳ないが。団長、いいのか？一緒にローランさんの留守を預かろう。わかった、助かる。そういうことなら依頼は全部気空団連合ラファールの方に回しておこう。その気になったらクエストカウンターから受注してくれればいい。ではよろしく頼んだよ。君たち、ちょうどよかった。依頼について今手続きが済んだところだよ。それで実は一件緊急の依頼があるんだ。対象が飛竜の谷でゴブリンに襲われたらしい。早速で悪いが、ゴブリンどもを討伐し奪われた物資を3つ回収してきてくれないか。危険な依頼になるかもしれないが、どうだ、すぐに迎えるかい？ああ、頼んだよ。無理だけはしないでくれ。便利屋井戸さん、初仕事です。頑張っていきましょう。奪われた物資を3つ回収しゴブリンを討伐するだったな。アラゴトの類だもの。あなたなら難しくないのではなくて？
よし。情報通りだ。いたぜ。切り込む。もらった。使わせてもらう。続け。援護する。可能しろ。次も合わせてみるわ。照れてるのか。頼りになるわ。終わりだ。気をつけろ。ゴブリンの増援が来たぜ。大した数ではない。押し切るぞ。さすがにやるな、移動。心強い。すごくいい演技だったな。次も背中は確かにな。荷台から物資を回収しようぜ。物資を回収した。次へ向かおう。視線と気配を感じる。近いぞ。少数のゴブリンだ。一気に攻めるぞ。妙だな。群れがちなゴブリンにしちゃ数は少ねえぞ。援軍の気配がない。うわぁ、大混乱だ。ここは飛竜の谷だもんね。迎え撃ちましょう。ゴブリンが妙に少ねえのはこいつらのせいか。あたりに生息しているゴブリンはワイバーンに遅れを取るとも思えないけど。チャンスね。みんないい連携だったわ。そうだな。頼もしいな。助かった。ゴブリン、この辺には物資はねえよな。先へ進むしかなさそうだ。これでどう？行こう。やった。俺が行く。逃がさない。みんなさすがだ。ええ、次も任せてくれ。そういえばローランさんっていつもどんな感じで依頼を解決してたんだろう。もらって お任せあれって言いながら何でもそつなくこなしていそうだったわね。おい、今大きな何かが通り過ぎなかったか。依頼にない面倒事はごめんなさい。ゴブリンがいる。背後をつけそうだ。逃がすな。了解。もらった。決まった。さあ、どんどん行くわよ。このまま押し切るぞ。この調子で行くぞ。ゴブリンだ。来るぞ。様子が変だわ。まるで何かから逃げてきたみたい。いずれにせよゴブリンは討伐対象を全て倒し、次も合わせてみせるわ。おそこはにしろ。了解。わかった。それでどうみんな畳みかけるよ。あはい。モガさん、まただ。ゴブリンがこっちへ来るぜ。やっぱり何かから逃げてきてるみたいね。次も頼りにしている。すべて倒したな。無駄の物資を回収する。物資を積んだ荷台は3台という話だったな。これで残りは1つか。2台なのに3台ってか。やるな、アメさん。あ、そっか。カタリナすごい。ゼロさんみたいだね。ん？いや、私はただ状況を口にしただけだぞ。わからん。カタリナは何を褒められているんだ。ダジャレよ。確かにあなたは
冗談が通じなさそうね。なんだ。よし、おしゃべりの時間は終わりだな。三つ目があったぜ。まずはゴブリンを片付ける。もらった。逃がさないわよ。打ちつける。感謝する。今の神レジンダイブ。何か来るぞ。様子が変だったのに、このグリフォンに追われていたからなのです。こいつのせいでゴブリンがさらに暴れるのが迷惑だ。ついでだ。悪いな。始末。便利屋っぽくなってきたじゃねえか。これで。ここからだ。これならば。アンパン！わかった。まだ油断はできないな。了解した。終わりだ。開始。こちらが優勢のようだ。だが油断はするんじゃないぞ。そういう魔物は何をするかわからないわ。気をつけて。任せろ。最後の物資を回収し帰還する。なんだか堅苦しいわね。今回が初仕事だもの。今後に期待ね。みんなありがとう。依頼の方をやってくれたそうで。井戸なら便利屋を代行できるかも。おお、太鼓判というわけか。なるほど。では今後もしばらくは頼りにさせてもらうよ。先日は断ろうとしてしまい申し訳なかった。いや、頼む。え？気にしないでください。これからもよろしく頼みますっていうことですよね。ああ、その通りだ。ルリア、よくわかるわね。あなたといつも一緒にいるからですかね。こいつも口数少ないところあるからな。
そんなことないよ。まあ別に誰も困ってねえし気にすんな。とにかく君たちなら安心して任せられそうだ。これからも時間があったら手伝ってもらえると助かるよ。俺一人では断られていたと思う。礼を言う。ローランさんが帰るまで頑張ろう。ローランにはでかい借りがあるしな。このくらいお安い御用だ。そうだ、便利屋の兄ちゃんで思い出したぜ。さっきの依頼中にこんなの拾ったんだけどよ。この本の内容、ローランさんが記していたもののようね。あちこち奔走してたらしいし、その時に落としたのかもな。そういうそそっかしいとこもらしいつうかなんつうか。こうやってお仕事をこなしていけば他にも何か見つかるかもしれませんね。ああ、ローランの足跡をたどっていけば救出の手がかりがつかめるかもしれない。ところでイド、ちょっといいかしら。ずっと気になっていたのだけれど。なんだ。ローランさんがみんなに頼られていたのは彼の物腰、優しそうな雰囲気も一つの理由だったと思うの。確かにそうね。それに比べると井戸はちょっとこわもてかも。いつも眉間にシワ寄せてるし。どうすればいい。ニコーってしてみるのはどうでしょう。俺も人のことは言えねえが、こりゃなかなか難しいもんがあるな。そうだ、ならローランさんの真似から始めたら。イド、こう言ってみて。便利屋イドにお任せあれ。さあどうぞ。便利屋イドに任せておけ。こりゃちょっと道は遠そうだな。とにかくやれる依頼をやってみるか。
依頼完了ですね。今回もご協力ありがとうございました。ああ、他に依頼はないか。ないこともないですが、おせっかいと思われるかもしれませんが、今日はもう休まれてはいかがでしょう。皆さんのご協力には感謝しています。おかげであれだけあった厄介事もだいぶ減ってきましたから。だとよ、井戸。そういうわけでたまにはどうだ、仕事上がりの一杯付き合えよ。いや、すまない。へへ、また振られちまったぜ。しかしお前さん、これで結構とっつきやすくはなってきたよな。そうね、以前に比べたら随分人と話すのも慣れたんじゃない。そうか、だとしたらみんなのおかげだな。何気に謙虚なところもあるのよね。あとはもう少し愛想が良かったらいいんだけど。うん、まあいいじゃねえか。真面目に便利屋の仕事こなしてだんだんと信頼を得てきてるんですよ。よかった、みんなここにいてくれたか。何か急用か。いつも察しが良くて助かるよ、井戸。こちらはシードホルムの兵隊長さんだ。みんなの活躍を聞いてはるばるやってきたそうだ。君たちにしか頼めない依頼があるとかで。シードホルムを救った英雄と会えて光栄だ。それに君が井戸だな。かつて我々とも剣を交えた教団の主会リリスの懐刀。そうだ。あ、でもそれは。そして彼ら気空団と共に戦いリリスの強行を食い止めた。今は戦火に巻き込まれたシードホルムの住人のため奔走してくれてもいる。そうだな。ああ、いずれ君には詳しく話を聞きたいと思っているが今はいい。まずは要件に移らせてもらいたい。シードホルム城の上空に現れた塔のことはよく知ってると思う。教団が活動を終えた後もあの巨大な塔は残されたままだった。警戒監視を続けていたのだが、少なくとも現状ではあれ自体に何らかの力はなく浮遊する岩と同じようなものだと結論が出た。はい、核となっていた青少獣ももういないはずですから。そこで先日より現地に直接立ち入っての探査が開始された。中では人の影のような魔物が確認されてな。ほとんどは我々でも対処可能だったが、一体だけ異様な雰囲気の影がいたのだ。異様な影。蹴落されるという感覚を初めて味わったよ。あれは我々の手に負える相手ではない。幸い塔から出てくる様子はないが、だが万が一に備えるのも我々の仕事だ。なんとか退けることはできないかと考え君たちの元に伺った次第だ。行こう、井戸。もちろんだ。教団の不始末は俺がつける。ありがとう、感謝する。難題を任せる以上依頼という形で報酬も弾ませてもらおう。準備ができたら早速現地へ向かってくれ。頼んだぞ。どれどれ。まあ、今回の依頼も荒れそうだな。用心しろよ。何度来ても不気味だよな、ここ。同感だわ。早く終わらせて早く帰りましょう。
何か嫌がるぜ。あいつらが依頼にあった敵はまだ残っている。逃がすわけにはいかない。回復できるか。甘いな団長、油断するなよ。了解だ。受けてみなさい。あんたこいつら増えてきてない？邪魔だな。すべて切る。せや、どこ？インフィニットワンダー、ずば抜け。先に進むぞ。井戸さん、なんだか元気ないみたいですけど。ここへ来ると思い出してしまう、リリスのことを。あなたは特にそうでしょうね。すまない、俺は大丈夫だから心配はしないでくれ。井戸さん、問題ない。それにお前たちの世界は今に始まったことじゃないだろう。おお、言うようになってきたな。動きが遅くなってる。よし、進むぞ。大丈夫か？ここからが本番だ。さあ、ここからだ。そら、これはどうだ。妙な気配を感じるわ。何か得体の知れない。確かに重苦しい空気だ。敵意があるのは確かだ。ここは応戦するしかない。デイン・オブ・フューリー、ずば抜け。インフィニットだ。このままじゃ危ねえぞ。アーリオン、了解。これでどうだ。くらえ。よし、このまま押し切ろう。みんな、セイクル、やだ。今セイクル、いい気分じゃないな。何なんだこいつは。この塔の防衛機能のようなもの。プラカーンの影を作り出した時にな。依頼の異様な影はおそらくこいつだ。ならば始末。死とやりづれが、井戸が構わないのは手伝うぜ。ここ
本気出していい。貫け。さすがです。インフィニットワンダー。助かった。もっと暴れていいってわけね。よっ、逃すな。了解だった。心強い。まだまだ足りないぞ。逃がさないわよ。プレッシャーだ。おいおい、あの技は回避に専念してくれ。長くは続かない。知ってら。以前戦った時を思い出す。しまった。回復できるか。よっ、力かねえ。大爆発。そんな世話をかけるな。いけるけど、チャンスだよ。私が行く。任せろ。しなさいな。うん、まだまだこんなもんじゃないわよ。行くよ、アルベス。プロミネートダイブ。団長、全力で。助かる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 。助か
が調子出てきた。貫け、これで決める。プロミネンスダイブ団長、全力で受けてみなさい。任せろ。レクイエス、イド内クラコウ、ここだ。からのひらめけプロミネンスフレア。からのここだ。一丁上がり、これが私たちの力だよ。分かった、ここで仕掛けよう。終わらせる。ここからが本番だ。インフィニットワンド当たれ。レインオブフューリー、ここだ。からのインフィニットワンド。ふぅ、井戸は大丈夫か。タン、ここだ。何か掴めた。破壊の竜の力との向き合い方、今の俺ならできることが何かあるはずだと。例の魔物を退けてくれたそうだな。シードホルムを代表して感謝を。君たちがいてくれて助かった。俺たちも力になれてよかった。困ったことがあったらいつでも呼んでくれ。そうね、塔は残ったままだから、また何かが居座る可能性だってありそうだし。分かった、我々も警戒しておこう。有事の際は頼らせてくれ。では私はシードホルムへ戻る。今後ともよろしく頼む。俺を連行しないよ、井戸さん。君は人々の利のために日々奔走している町の便利屋だ。なぜ連行する必要が。いや、だが俺は。ああ、教団事件の重要参考人としていずれ事情を伺いたいところではあるな。時期が来たら改めて。そうだな、世話になっている客人として招かせてもらった時にでも頼む。ありがとう。礼を言うのはこちらさ。では失礼する。いやー、さすがだな。兵隊さんが手も足も出ないような魔物をあっさり追い払っちまうなんて。やれることをやっただけだ。あんたは謙遜癖があるな。少しぐらいは誇ってくれていいんだぞ。俺だけじゃない、今じゃみんな感謝してる。あれだけ多くの依頼をこなしてくれたんだからな。いや、だが俺は。おい、イド、こういう時は素直に喜んでおきゃいいんだよ。役に立てたなら幸いだ。だがローランの代わりには慣れていない。いちいち比べなさんな。ローランさんはローランさん、あんたはあんただ。そうだろ。ルリアにも似たようなことを言われたな。はい、井戸さんは井戸さんですから。はあ、分かった。俺は俺か。これからも頼む。違うんじゃない。こういう時はなんて言うの。そうだったな。便利屋井戸にお任せあれ。どんな依頼もこなしてみせよう。よい、やって。アローゼ、うまくいったな。聞いてほしいことがある。ローランの教会で話せないだろうか。あなたがみんなを集めるなんて珍しいわね。一体どうしたのかしら。ローランのことだ。これまで集めた手記の件か。そいつは俺も気になってた。確か次元跳躍がどうとか。そうだ、
手記によればローランはすでに次元を超える手段を持っていた。それってB さんが持っている転生機に何か仕掛けがあるっていう話でしたよね。だけどよ、そのゲートってやつを開けるにはベンリアの兄ちゃんが作った術式とやらも必要なんだろう。手記によればそうらしい。だが最後に通信を交わした時ローランはこう言っていた。内側から開けないとは誤算だったと。こちら側からゲートを開くことはできても向こう側からは無理だったということか。そもそもバハムート・オルタは私たちが干渉できるはずのない工事の存在よ。あの時封じた空間自体がアンラマンユの力の利害。そう考えればゲートを開く力が作用しなかったのも不思議ではないわね。どのみち術式を知ってるのはローランだけなんだろう。このままじゃ手詰まりじゃねえか。いや、こう考えてはどうだろうか。15年前のダリの最悪の時、オルタはアンラマンユの規格外の力に反応して空の世界に顕現した。あの時リリスは俺の中にオルタを封じ込めた。団長たちのおかげでオルタとのつながりを断つことはできたが、力の残滓はまだ残っている。つまりローランさんがアンラマンユ由来の術式を使用しているのなら、あなたもオルタ同様に彼の元へ行ける可能性があるということ？確信はないが、そういうことだ。やってみよう、イド。ああ、いまいましい竜の力だが、役に立つのなら本望だ。それに、感じるんだ、オルタの気配を。ヤツと戦った座標に向かってもらえないだろうか。了解だ。グランサイファーはいつでも出せるぜ。ベンリア・イド、最後の大仕事かしらね。おいおい、せっかく様になってきたってのにローランが戻ってきたからってやめちまうのはもったいないんじゃねえか。それは全て終わってから考える。それもそうだ。行こう、ローランドのお救いに。頑張りましょう、イドさん。みんな頼む。うん。発着場に向かおうぜ。待ってろよ、ベンリアの兄ちゃん。破壊の竜の力よ、俺たちを導け。
行きましょう。接近戦に持ち込めれば。
よい、あれをぶつけようってのかよ。あの力尋常ではない。あれが放たれたら終わりだ。させてたまるか。団長ユリア、このまま接近を。しかかっています。ルリアちゃん、急ぎ脱出を。やりましたね。
改めてありがとうございました。皆さん、井戸くんも無事で本当によかった。あんたこそ。かつて俺は歩むべき道を誤り、多くの罪を犯した。その罪はとても許されるものではない。だがこの世界にはまだ取り戻せるものもある。俺を仲間と呼んでくれる彼らの笑顔がその証拠だ。無事で何よりだ、ローランド殿。あの時は助けてくれてありがとうございました。いえいえ、こちらこそお手数をおかけしまして。ならば俺はより多くのものを取り戻していこう。今の俺ならきっとできる。もう心配したんだから。俺もだぜ。あの時通信が切れそうってのにおちゃらけてやがってよ。うんうん、そうそう。空と母が俺を生かし、仲間たちが今に導いてくれた。よし、フォルカに行って祝杯と行こうぜ。おいらはリンゴジュース飲みてんな。全てが今に至る道だったのだと思えば、人生ってやつもそう悪いものじゃないかもしれない。空は何も答えてはくれないが、お前が与えてくれた力はこのまま借りておく。空の世界を守る、そのために力を使うなら神様だって本望だろ。に到着です。おかえりなさい、ローランさん。ベンリアの兄ちゃんがいない間に井戸のやつだいぶ街に馴染んだんだぜ。今じゃすっかり頼りにされてら。はて、もしや僕があの空間に閉じ込められてから結構時間が経ってたりします？え？なるほど、あそこは時間の流れが極めて遅いか、時間という概念を超越している、きっとそういう場所だったのでしょう。僕があの空間に留まっていたのはものの数分程度という感覚でした。かすかな記憶だが、いつだったかかつて母上が似たようなことを話していたような。あのイスタルシアもそのような場所らしいと。そりゃ興味深い話だな。バハムートと戦った場所ともなればなんか関係あんのかもな。確かめに行く？団長と共に旅を。それもいいかもしれないな。だがしばらくはこのままベンリアを続けてみたいと思っている。構わないか？うん。おっと、後継者、いやライバル現る？僕としては歓迎ですけどね。これからはもっともっと忙しくなりそうですね。この空域もこれで安泰だな。団長君、君の活躍によりこのゼーガの空は救われました。ゼーガに住まう人々を代表してこの空を訪れてくれたことに感謝を。もっとも君にとっては長い旅における思い出の一つでしかないのかもしれませんが、あの時
バハムートオルタを封じた時点でゼーガでの旅は終わっていたはずなのに。それなのにイド君と共に残り僕をも救ってくれましたね。まったくお人よし加減では僕の乾杯ですよ。君はこれから先また別の空に飛び立つのでしょう。少しばかり寂しくはありますが、よかったらたまにゼーガに戻ってきて胸躍る冒険譚を聞かせてください。団長君、本当にありがとうございました。君たちのこれからの空の旅路に多くの幸あらんこと。また新しい依頼が増えたみたいだな。すっげえ難しそうだけど挑戦してみねえか？いつでも OK！ さて今日も頑張ろう。